はい、どうも皆さん、こんにちは。ベーラーと。吉田アイズです。はい、ということで、今回はね、アークの新しい楽しみ方っていうかね、ちょっとやってみたいなと思いまして。いけ ごめん。もうすでに始まってんの か？始まってないです、始まってないです。まあ、そうです。打つぞ。ヘッドライン合わせんなや。 ヘッ打ドつライン合ぞ。わせんなや。はい、ということで、まあ、何をやるかっていうと、もうね、お察しの通りですけど、PVP をね、やってみようかなと。で、ルールは、お互いに使えるのは、石の矢と。で、あと、まあ、近接武器。そうだな、でも、剣持ってると一撃になっちゃうから、コンボあたりにしときますか。あるよ。コンまあボで2も本剣あもる。まああるよ。コンボ、2本はない。2本ああある。るかな。多分倉庫に入ってる。あげるわ。じゃ剣のところにコンボをセットするわ。まあでも俺あれだね、寒さがあるから、そうね、なんかできるだけ、制限かかってていい。そうなんですよ。寒さがあるんで、2人はできるだけ早めに出会わなければならないと。コンボ。で、まあ、簡単なルールなんですけど、そこの扉を出て2人で、で、10数えたら、お互いにお互いを絶対に見ないという条件で、ダッシュでそれぞれのね、なんか、いいんじゃねっていうポジションにダッシュします。で、まああれじゃない？右左って分けちゃえばいいんじゃあ、そうだね。ない？お互い。じゃあ、最初は僕は左行きますよ。はいよー。で、まあ、右っつってもね、右に一方向にダッシュってわけでもないからね。例えば、そのね、家の裏に隠れてみたりとかっていうのもまあ全10然秒、ありですので。もう出て10秒でいいんじゃないですか。で、10秒後にお互いにお互いを探し始めると。で、じゃあ行きましょ PVP をやるっていう感じで。じゃあお互い体力もね、マックスになったことだし、やっていきましょう。行きましょうか。じゃあ用意スタートしますか。う。ダダそっからダ10秒ダダね。ダダ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 ダ
6、5、4、3、2、ちょっと待って、やべえ。1、0! さあ、行って。スタートしました。あのさ、すげえなんか、逆にいいんだけど、真っ暗で何にも見えない。そう、逆にいいんだけどね。だからね、僕はね、画面が2つあるんでね。何?さては。安心できる。画面があるんですね。ちょっとこれでも、恐竜に撃っちゃったらかわいそうだなって。やべえ !HP 減ってってる。これでもちょっと逃げて待ってればさ、どうせここに来るでしょ。さあさあさあ。いや、これ楽しいな。意外と面白いな。ちょっと、俺ね、気づいたんだよ。あ、くそ。あ、やべ。ちくしょう。あ、いた。え、ちょっと待って、あれ今なんか動いてない?あれ。あ、あいつだな。やべ。やばい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 、バレてる。やべ、うんこした、これ。緊張のあまりうんこしてるわ、これ。やべ、これめっちゃ楽しい。やばい、でももう半分 HP 食うな。やばいな。いや、でもさ、そろそろね、石の矢でね、ワンパンできる。やべ、暗いわ。暗すぎる。視聴者さん何も見えてねえだろうな。俺二画面のおかげでなんとか見えてるけど。暗いぞこれ。真っ暗なんだけど。あれ?そこって撃てんのかな?俺これ足首くじいて死ぬ可能性あるな、普通。全然見えないね。よっしゃーまあまあまあ。全然見えねえよ。まだ復活があるんでね。全然見えないですけど。夜が明けるまでをタイムリミットにしますか、今回の。OK。その前に多分君死ぬけどね、HP。寒さで。
だって絶対にここにね、回収しに来るはずなんですよね。じゃないと武器がないんでね。そこあれでもなんか俺ちょっとリスポーンできねえんだけど。嘘。俺死ぬんだけど。そういう作戦か。ああ、できたできたできた。これ音で割れるな。ちょっと待って、やべえぞこれ。死ぬぞ俺。うわ、ちょっと待って。おら、くそ。あれ、ちょっと待って。お前なんで剣使ってんだよ。待って待って待って。こもじゃ、あー、くそー。よーし。さあ。コンボになってなくて今焦ったわ、ほんとに。くそー。ちくしょう。来るんだ。何をするつもりだ。こっちに来るんだ。ここはどこだ。え、俺動いてる？俺動いてないわ。動いてないよね。今どこ行った？あれ？生き残った説あるな、これ。あの人見失ったぞ、俺を。くそ、見失ってね。なんかここさ、光ってないの、この人。これこの人ほっとけばさ、寒さに死ぬでしょ。俺ちょっとアイテム回収するわ。アイテム回収するわ。これなぁ、死んだ方不不利だよね。先に死んだ方。いや、これあの明け方になればこっちの勝ちよ。もう俺見えるから。ずっと実はね、大豆さんの名前を追ってたんだよね。やめろ。やめろよ。俺この人もう知らないの？あれなんですよ。寒さは起き上がってから死ぬんですよ。なるほどね。この間は寒さ食らわない。だからなんか前の時に生放送やってた時かな、友達がなんか俺が寒くて死ぬって思って、気絶させて運んで暖炉の前に連れてった。さよなら。一矢報いる。一矢報いる。くそ。逃げろ逃げろ。くそ。一矢報いてやる。意外と耐えるの。HP5 もはずなの。意外と耐えるの。俺意外と耐えるじゃん。マジ？くそ。俺意外と耐えるじゃん。俺結構耐えるね。俺？あよし。え、結構耐えるじゃん。ちくしょう。結構耐えたな。よし。さあ。やつはどっからリスポンするんだ。やべ、リスポン位置を完全にミスった気がする。いや、しかしこれはあれだな。この食料庫ではないみたいだな。食料ベッドではないようだな。やべ、ちょっと待て。リスポン地点を完全にミスった気がする。このリスポン地点はミスだ。ほいよー。いけるか、いけるか。いけーくそ。くそ。ほぉ、そこか。おいよ。ふっ。いや、逃げろ。なるほど、ここに誘い込めば俺が出てくるポイントは1ポイントしかないと。ふくそ、パシャパシャ聞こえてたんだよ。くるな。くそ、来ないでくれ。
よし、何やるな、やばーやられた。あれコンボ意外と当たんねえなちっちょう。何をもらおうかな。ベッドクールタイムなんちった。これはダメだからやめておこう。一発撃っちゃったけど。やめろよ。リスポンしてないランダムで俺ここに来たんだからさ。やめてくれよ。こいつ最強じゃね。来いよ。お、なんかいる。この位置は最強だ。くそ、アークの音量開けとく。ちょっと待って、うわ待って、くそー。どうしたんだい。あーマジかよ。大豆さん視点超見てみたかったな。なんかね、アホみたいに前向いてるってね。前だけ見てろって言われたんだろうなあれ。いやーやべ、こっからリスポンしやがった。ちょっと待てや。待て、来るか。ここ動けないんだよ、出だし。やばい、くそ、やばい。はえんだよ、あの人走んの。やべ。やべ、なんでそこ扉閉まってんだよ。くそ、やばい、やられる。くそ、こうじゃやられる。どこ行った、消えた。え、消えた。え、しかも俺足の骨折れてるし、死ぬやん。時間の問題だな。やめろお前。よっしゃくそー、足の骨折れてんだよ。俺さ、そこにリスポンできないんだよね。ベッドなくて。あ、じゃあさ、次さ、あ、じゃあ、今回こんなもんにしとくか。で、あ、いいよ。次は、死なない南の方にリスポンして、現地調達して、いいね、っていう感じでいきましょう。だ多分作れんのは弓とかその辺になるんじゃないかな。ほう、それでやってみましょう。安全な南地帯でということで、本日はご視聴ありがとうございました。まったねー、さよなら。